発売から現在に至るまで様々な種類が販売されているカップヌードルですが、今回は初代カップ麺でもあるこのカップヌードルを1日3食食べる生活をしてみました。カップヌードル自体のカロリーは案外少なく、スープ込みでも300キロカロリーから500キロカロリーしかありません。普通に考えたら3食食べても太ることはなさそうですが、ただなんとなく太るイメージのあるカップ麺を毎日3食旅行気分も味わいながら食べ続けてみました。そして動画内では僕の大好きなアニメ、あの聖地であのカップヌードルも吸ってしまいました。しかし毎日3食カップ麺だけを食べ続けた僕の体にはとある変化が。本編はコメント欄に動画を載せておくので、ぜひチェックしてみてください。